な弟子魔剣を求めて力ができた雨の前には長い長い壁あの壁を越えたならば目的地まであと少し壁へと近づく二人組の女そこに立ちふざかる緑の男僕の目の模様出しさせたい俺は偉大な大人と命じられてる我が国の民以外は誰も行動を起こすだろう壁から離れた二人組の女髪を黒く塗る男と同じ色の民をよそい進もうとするがタバコは再び首を横にする我が国の民の肌はそんな疑問に白くない守るためにはこの壁止めのような万人が必要なのだ何もなかった弟子魔剣を求めて東へと進む